ロデューサーさん、お疲れさん。いや、暑いね。私って髪の量が多いからさ、蒸してくると特にさ。だからもう真夏に外歩いたりすると大変。この季節はエアコンの効いた部屋でのんびりしてたいよ。アニメ見たりしてさ。まあこもりっきりにも限度があるけどな。そういう時は思い切って運動して汗かくんだ。その後のシャワーは最高だしね。で今度の仕事プールだって。いいじゃん。炎天下の夏、冷たいプールにドボン。いやー、想像するだけで絶対気持ちいい。よーし、今すぐ行こう。いや待て、あんたの考えは読めてるぞ。ホイホイついて行ったら恥ずかしい水着の仕事が待ってるんだろう。そうはいかないからな。プロデューサーさんだけならまだしも、ともかく水着の仕事なんてって自前の水着でいいの？ふーん、そんならまあいいかな。その仕事を受けた。じゃあ新しい水着用意しなくっちゃ。何想像してんだよバカ。びしょびしょ。しかもかけてきたのはあんたかよ。楽しそうだから参加したくなったって、もう子供か。あ、実は日射病を防ぐために水かけてくれたって。そうか、ありがとう。でもちょっと勢いありすぎだよ。まあ下は水着だし、上の T シャツもすぐ乾くからいいけどさ。太陽はギラギラ照って、まさに夏って感じだしさ。最初仕事でプール掃除するって聞いた時は正直はぁって感じだったけど、割と楽しいよ。あんたははしゃぎすぎだけど。でもアイドルらしさには欠ける仕事かな。だってプール掃除してるだけだよ。まあ水着は着てるけど私物だしさ。ってなんかすごい視線を感じるんだけど、なんだよ。急に褒めるな。恥ずかしい。別に嬉しくないわけじゃ。でも恥ずかしいだろバカ。ともかく残りの掃除するぞ。ピカピカに磨いてプール開きだ。